と。キャンペーン実施中。お客様感謝デー。キジです。 これユカです。今日見ていただく動画は、ハマチコ姉妹にドッキリをしています。ハマチコ姉妹に、仕事で東京に行くと伝えているのですが、実は行き先が東京じゃなかったらドッキリ。ちなみにこっちゃんだけには伝えています。あ、私これ今プカプカしてるでしょ。これ無重力状態を表しています。それでは、動画を見ていただきます。どうぞ。無重力です。はい、ジャンボジャンボハマチコチャンネルのジュです。コチャです。まつちゃんです。ね、ダブルじゃないか。はい、今日は何をするかと言いますと、はい、明日からどこに行きますか。京都。京都死体意味こはね。ええやん、別に。じゃあ、明日で。現地集合で。次は品川、品川で。はい、東京に行くので、今日はちょっとあんまりやったことないなと思って、東京に行くパッキングをやりたいと思います。ちょっともういつも多いねん、荷物が。何個持っていくねん。はい、こっちゃんそれ、こっちに持ってきてくれよし。はい。でかいのよ。でかいのよ、うちは。本当。重そう。ケース。重いのよ。重たいのよ。重いのよ。本当に。今日はね、もう一個あんのよ。重いのよ。めっちゃ重いのよ。はい、これに今から荷物を詰めていきたいと思います。はい。そうよ、今から何時。今夜の10時です。だって今こっちゃん来たんだもん。ごめんね。そう、じゃあやりましょう。やっていきましょうか。そしたらはい、はい、パジャマとか、あとお風呂の用意とか。お風呂の用意って歯ブラシ。歯ブラシも入れなあかんやろ。水着も入れなあかんやろ。え、水着？違って。水着も入れなあかん。あ、衣装も持って。持ってきた？衣装持ってきた。水着って何？水着って何？スモーケもあ、そうそう。スモーケも何？水着って何？海行く。水着も必要よ。あ、ほんまに。入ったあかんで。ほんまに。ほんまに止め。水着って何？いるで。え、船？ねえねえ、水着って何？船？北海道は山口。淀川。淀川。淀川に。どこ行く？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 どこ行くん、こっちゃん。沖縄行く。沖縄の10日。ガチガチ。沖縄2日間やろ。うん、4日間。え、5日間。3日やろ。どれ沖縄行く。2泊3日で沖縄。明日から沖縄に行きます。はいはい、明日この家を4時に出ます。はい、なので早く寝たいです。5時間しか寝られない。はい、頑張って寝てください。4時。4時に出ます。はい。で、沖縄は沖縄でも飛び越えます。ぶわーっと飛び越えて。沖縄はぶわーっと飛び越えます。死ぬ。死なない。死なない。完全に死なない。死なない。なんと日本の一番最南端の波照間島というところに行きます。海。波照間島。波照間島。波照間最南端なのでめっちゃ暑いです。日焼け止め5個持っていこう。そうですね、ほんまに日焼け対策。真っ黒なんて帰ってくるやろな。いやいや、沖縄
やっと行ける。ねえ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 、あのさ、たぶんここ使ったらさ、あかんと思うけどさ、お水ちゃんとも行く。行かない、行かない。なんで、なんでバディさんついてくるの。びっくりした。え、ドッキリかよ。はい、ということで、ドッキリ大成功。こっちゃんは知ってました。はい、知ってたのかよ。ハマチコチャンネル。ちゃうねんっていうかな、もうな、うん、沖縄な、1ヶ月前から決まっててんよ。え、うん、決まっててんよ。な、だからテスト頑張ったらええこといっぱいしようなってママ言ったやろ。はい。でもまっちゃん今日テスト返されて50点。おい、おい、お前だけ。ママに来てたやん。ママに来てたやん。いや、大丈夫、大丈夫。大丈夫。で、まっちゃん最近100点取ってるから。ね、早く早く早くバッキングしようやん。え、23点じゃあ37点。え、でもこれ最高点75点やから負けたやん。ち、72点。私最高点24点。おいおいおい、置いていくわ。あんたら3人置いていくわ、もういや、テスト頑張ったらと思ってんで。頑張ったよ、頑張ったよ、頑張ったよ。私は理科90点100点90点。理科、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 あ、理科好きやから。もうほんまに、早く寝たい。早く寝たい、やったい。眠たいね、もう。いつも寝てる。マジで4時に家寝ないと間に合わない。はい。あーい。砂漠ぶっ壊れる。何これ。海、海、海、海か。え、なんかめっちゃ水色。はい。最南端ですから。海めっちゃ綺麗やねん。ねえねえ、写真撮りまくろー。早く行きたい。ねえ、早く行きたい。で、星めっちゃ綺麗に見えるらしい。はい。ねえ、星空ツアーも予約してまーす。ホタル、ホタル。ただな、一個だけごめんやねんけど、言われへんかったやんか、ちーちゃんとまつりちゃんに、ずっと内緒にしてたやんか。去年の水着入るか問題よ。おーっと。ちーちゃん、去年の水着破れた。え？破れたのよ。塗ったのよ。ママ塗ったのよ。塗ったんだけど、まあ、まつりちゃんは最悪ちーちゃんのお下がりでいけるけど、ちーちゃんの水着がないかもしれなくて。ちーちゃんのお下がりを、こっちは、あ、それね。ないかもしれなくて。じゃあ、まーちゃん保育園のやつけるか。ちょっと黙ってちょっと黙ってちょっと喋るやん。ちょっとごめんやけど、今から一旦水着を着てほしい。いやだ。もし合わなかった場合、もう、学校のスクール水着着てほしい。いやーいやー、まあ、名前書いてるって、名前書いてる。名字ここにある、名字ここにある。いや、もう帽子分かんない。帽子分かんない。帽子分かんない。水着着てる。ここに名字書いてる。帽子はかぶらない。ここだけでええね。胸元の名前だけでええから。そこずっとモザイクやで。だからちょっとほんまに無理だったら、入らなかった場合、あのスクール水着で行ってもらいます。ごめんね、ガチで。ないもんだって。ごめんやけど、頑張らな。だって言われへんかってんもん。ということで、じゃあ飛行機